ですよ。一宮市です。市民が選ぶ市民活動支援制度について発表していただきます。お願いいたします。皆様改めましてこんにちは、一宮市市民活動支援センターの河合と申します。一宮の NPO 市民連一宮の星野と申します。よろしくお願いします。では私からまずはお話を差し上げます。市民が選ぶ市民活動支援制度、ESD と何の関係があるんだろうといろいろ、まずおそらくこの制度をご存知の方、まあ、少数ですね。普段なら手を挙げてもらうんですが、今日はおそらくほとんどの方ご存知ないと思いますので、これは一宮市がですね、まあ、始めたですね、いわゆる市民活動団体 NPO とかボランティア団体がそういったところをですね応援しようと思って始めた制度です。で、持続可能な地域を目指してというサブタイトルをつけているんですが、一宮市がですねやはり持続可能な発展をしていく、これはやっぱり私たち一宮市の職員が目指すところです。で、いろんな方法論があるんですが、私が所属しているところではですねやはり地域がですね自立してですね自分たちができること、地域ができることは地域で解決する、そういった地域がなると、そういった地域が、まあできるといいなということで、それを応援しようという制度です。制度の概要を少しだけご説明いたします。いわゆるこれはですね NPO にお金を配る制度です。まあ、よくある補助金の制度なんですが、何が違うと言いますとですね、この、4つ目のところ、市民は選択の対象となった団体から支援したい団体は3団体まで選んで投票しとあります。要はですね普通の NPO に出す助成金はですね、まあ、審査員が審査をしてですねその中から上から順番に点数をつけて、ここまでが合格、じゃあここにお金を出しましょう、これが一般的な助成金なんですが、これはですね審査会では、市民の投票の対象となれるかどうかだけを審査して、その後市民の方がいわゆる投票という形で、私はここを応援したい、いや私はこっちだと、そういったですね皆さんの、意思に基づいてお金を配るという制度です。で、18歳以上のですね一宮市民の方が参加できるという制度になります。まあ、流れはですね、まあ、こんな感じで、まあ、団体が申請します。審査会でその団体が投票と対象となるかどうかを見ます。投票の対象となったら、市民の方が投票します。その結果に応じて団体にお金が回ります。団体の方が活動して地域を良くします。その結果、まあ、お金を支払いまして、その地域がどれだけ変わったかというような制度になります。まあ、ここも同じようなもんなんですが、投票する市民の方はですね毎年ですね広報と一緒に配られる冊子があるんですが、そういった冊子を見ながらその団体の概要を調べたりですね、ホームページ上から申請書を見たりですね、あと動画もあるんですが、そういったものを見ながら、応援したい団体を選ぶという形になります。制度の特徴ですが、先ほど申し上げました投票というのが何といっても一番の特徴です。18歳以上の市民すべてが投票できると書いてあるんですが、実はこの制度はですね千葉県の市川市というところが初めて日本ではやりました。そこではですね、市民税の納税者のみが基本的には投票できるという制度でしたが、一宮市は二番煎じということもあり、納税者だけが地域を支えるわけではないということで、18歳以上の市民の方が皆さんが投票できるとなりました。で、市川市の制度のですね精神を築きたいということで、市民税の 1% をですね寄付、まあ寄付というかその団体に回せるという制度なんですが、その 1% という、精神だけ引き継いだというものになります。特徴の4のところに行きます。申請相談はおせっかいなくらいにとあるんですが、私たちはですねやっぱりこの制度を通じて応援したい団体というのがあります。要はその、他の助成金と比べてお金をもらうこと自体はハードルが低いです。希望額の満額出るかどうかはまた別の問題なんですが、だからこそ私たちが応援したい、市が応援したいと思う団体にお金が回るように、ただここで応援したいというのは市が思う公益性を応援したいではなく、何かというとですね本気で地域のことを考えて地域を良くしたい、地域を変えていきたいと思っているところを応援したいということで、ですね、集中相談会を開催したりですね申請書を書くときにはおせっかいなぐらいにアドバイスをしています。で、続きまして、
まあ、これは市民の方が投票で参加するものですから特徴の6なんですが、とにかく参加の方をたくさん募りたいということで、いろんな方法で投票ができますよということで制度をやっております。で、参加の状況ですね、大体まあ見ていただいた通りなんですが、大体70から80ぐらいの団体が手を挙げています。で、市民の方の投票率は残念ながら 10% 程度、10から11% ぐらいです。まだまだ低いんですが、同様の制度を全国で8カ所やってるんですが、2桁いってるのは過去は一宮だけでした。今は2カ所あるんですが、低いとか 3%、4%、一宮最初から 10% なので、団体の方がとても頑張っていただいたということもあり、そこそこの投票率なんですが、まだまだ、知名度が低いというのが悩みの種です。ではここでですね、私の話も面白くないので、実際にお金をもらっている団体の方に少しお話を聞いてもらおうと思ってますんで、実際にお金をもらっている団体の星野です。お金って名前が書いてあるわけでも、宛先が書いてあるわけでもないんですが、今聞いていただきましたように、この制度はお金に、このお金はあの団体にあげて、あの団体頑張ってるから支援に使ってという宛先をつけるということです。これは宛先という言い方ですが、言い方を変えれば心、思い、志、ウィル、こうしたものをお金につける行為だと思っています。一宮は正直言って市民活動というのがそんなに強くありません。とりわけ自然保護、環境問題ということについてはあまり強くありません。というと今日一宮市の人いますか？一宮市の人ごめんなさい、先に謝っておきますが、でも強くありません。もう一回言ってしまいますが、ただそこのところに、それは環境問題や自然の問題だけではなく、いろんな団体が私も含めてお金や人や物で苦労しながら、でも地域をなんとか守ろうとして活動しています。そこに志のあるお金が後ろから肩を押してくれる。これによって活動の質も、それから幅も、それから認知度も、認知度というのは、一宮市の市民にとって市民活動団体は何をしているのかということもうんとアップするようになりました。しかし、物がお金ですから、どうしても団体によって温度差が出ます。これはあの人にあげてよと言っても、これは税金ですので、それについてはいろんな人がいろんなことを言います。私たち自身は私たち自身でいろんなことを守りながら、私たち自身が市地域のためにお金を使っている、税金を使ってなおかつ公益のためにやっているんだということを示していく必要があります。団体の中には教育のことをやっている団体、環境のことをやっている団体、自然保護、まちづくり、いろんな団体がありますが、そうした活動団体がやがて自分たちで守ろうとして横に連携するようになっていきますが、それは少し後にお話します。河合さん、続きお願いします。では続きまして、私の方から、要はですね、この制度はですね、はっきり言ってとても市の職員からすると面倒くさいです。本当にですね、これ投票3万人からもらうとですね、2月私はずっとキーパンチャーのようにですね、もうひたすら数字を打ち続けるという仕事をやってます。で、ではなぜそこまで面倒くさいことをやるか、実はこのお金でですね、経費全体で見ると2000数百万円が動いています。そのうち団体には1500万程度で、基金に500万、残りの600万ぐらいが事務費という感じなんですが、これすべて団体に回した方がよっぽどいいんじゃないかというご意見もいただきますが、なぜこんな面倒くさい子をやってるか、それはですね、やっぱり私たち、先ほどの話もあったんですが、一宮市に限るかどうか分かりませんが、こういった活動に対する何て言うんでしょう、理解度というか認知度というかとても低いです。でも団体の方々は地域を良くしようとしてやってます。にもかかわらず地域の方が知らない、それはとてももったいないことだなと。で、じゃあどうしたらいいんだろうという、実はこれは市長のマニフェストで始まった制度なんですが、そこでせっかくこれをやれと言われたら、ふと思いついたことが、やっぱり投票してお金がつくと人はやらしいので、お金が絡むとひょっとしてちょっとは目向くんじゃないかなと。で最初はそういう気持ちでも、いずれその、自分の地域にはこの活動が必要だ、こういった団体が必要だと思って、自らの意思で、資金と志のお金って書いてあるんですが、自らの意思でこの地域にはこの活動が必要だから私はここに票を入れますと。でそういったことが
増えるとその今までは一部のマニアックな方がやってた活動がですね、周りの一般市民の方も大勢巻き込んでまさに性のスパイラルが生まれて、本当に回っていくんじゃないかというふうに思ってます。でやはりこれは市ができるということはとても強みがあると思うんですが、やっぱりお金はつぎ込めが流れるんですが、人の流れを乱すことはとてもとても苦労してます。今もたかが 10% の人しかまだ投票してないんですが、ただこれが本当に大きなうねりとなったら一宮は強くなるなと思います。で、あまり関係ないんですが、実はこの後皆さんが一番のお楽しみにされているの古田敦也さんはですね、ジャストギビングっていうですねサイトで、これは寄付金を募るようなサイトなんですが、もう寄付金は本来その意思を持ったお金の代表格だと思うんですが、なかなかそういったお金はですね、私たちはなかなか集めることができません。で、こういった仕組みが生まれてきました。ではこの循環といっても市だけでは本当にできないです。でそこでですね、星野さんの手を借りながらこれをさらに循環させようという取り組みが生まれてきましたので、また変わります。はい、今河合さんがお伝えしましたように、これは市長のマニフェストから生まれました。まさに、降って湧いたというところです。ただ降って湧く前から地域には私たちの町にも皆さんの町にもいろんな激しい雨が降ってるはずで、それに市が傘をかける方法を与えてくれたんだと思っています。ならば私たちはこの傘を守るために長靴ぐらい履こうよという活動を始めました。この制度の中で小さなお金がないような団体がとても輝くようになったので、そういう活動からにこの制度が消えてしまわないように、自分たち自身でこの制度を守ろう、それが 138NPO 一宮の市民活動育ち合いネットという緩やかな市民活動団体の連携です。ここの中では書類の書き方や広報の仕方など勉強しますが、広報の仕方はやがてそこから独立した団体を一つ見ました。それがパック一宮という市民テレビ局です。市民が取材をして、市民が番組を作って、それを地域のケーブルテレビで流すというものです。こうした活動を経て今私たち NPO と一宮市と一緒に 駅ビルの中で一宮市の市民活動支援センターというのを運営しています。これは行政がいる席も私たち NPO がいる席にも何の境もないところで、一緒に市民活動の細かいひだを手当てしていこうとしています。こうして直接には、環境ということに直結するわけではないですけれども、さまざまなその環境やいろんな問題の元にある根底にある地域の問題に、私たちは守っていく力、これを人、物、金、そして情報ということで、強くしていこうとしています。まさに市民力を鍛えるということですが、それは先ほど、上野さんがおっしゃっていた地域を守るという活動、この力をつけることにより結果として持続的で、そして永続できる地域の力をつけることだと思っています。またもし一宮に来られたら、そんなこと興味を持って、市民活動支援センター駅ビルにも遊びに来てください。あと以上です。はい、ありがとうございました。はい、七夕祭り終わったばっかりですよね。非常に体力を消耗しましたが終わりました。皆さんどんなふうにお聞きになったしか、私こうやって見ててですね、その行政者である誰だっけ、河合さんと、それから非常にパワフルな NPO の星野さんがこうやって非常にタッグを組んで息も合って報告している光景を見るだけで何か感動も覚えるんですけれどもね。でここにある特徴っては2つあると思うんですね。直接民主主義なんですよ、投票する、それから資金なんです、お金なんです。で星野さんね、よくNPO ってみんな手弁当でやっていて、それをなんか自分たちの矜持としているところあるけれども、はい、自己犠牲的な活動ってまさに持続可能なところから遠いですよね。はい、もちろんそれも大切なことで、自分でお弁当っていうのも大切なことなんですが、他方そういう志で持ってると普通のの何倍もお金が有効に使える。そうですね、全く有効にお金が使えるわけです。そうすれば何倍にも地域に力が循環できる、はい、そうやって人物金を地域内に循環させたいわけです。それが資金の志のお金の循環ということ、はい、ただね、これ一応公金ですよね。市民税の 1% 相当の回しますよっていうと、これお金をもらうっていうことは責務も生じることですよね。そうですね。ですので私たちはちゃんとしたアカウンタビリティって言いますが、はい、報告をすること、うん、会計もきちっとすること、それからどういう目的でどういうふうに、うん、どういう人たちがやるのかをやるトレーニングを自分たちでやって
鍛えています、はい、それが育ち合うということ活動です、はい、河合さんね、これその投票というそのプロセスをくぐることで単なる補助金じゃなくて市民からの寄付金的な成果がつきますね。これ大きいんじゃないですか。はい、そうですね。やっぱりあの団体もですね、いいことやってると思ってるんですが、時には独りよがりになりがちなんですが、やっぱりこれ投票を受けて活動するとすると皆さんの心持ちが変わって、はい、さらにその、あのさらに深く問題を捉えて活動がどん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 ブラッシュアップされていく、そんなような気はします。はい、ありがとうございました。一宮市の報告でした。新たなそのお金というものを投票行動で分配するという、そのことで活性化した部分があるということでございました。